ピンチがチャンス、 JJ チャンネルです。どうも皆さんこんばんは。今日はですね、斉藤知事が会見で涙を見せましたね。彼でもなんかこう壊れていったんかな、なんか壊れていってる彼ね。ひょっとしたらですね、恐ろしいことに3人目の兵庫県でのですね、命を絶つ方は斉藤知事になるかもわかりませんよ。あんまりやるとですね、人間って壊れたら何するか分からへんからね。ちょっと不屈な精神を持ってたね、この斉藤知事が涙を見せたということで、ひょっとしたら彼はですね、自分の命を絶つかも分かりませんよ。あんまりいじめたら怖いことになるかも分からへんよということでですね、僕はあんまりほんまにこの事件興味ないねんけれどもね、あまりにも皆さん方からのコメントもですね、いやいや、なんやねんと、お前そんなもん大人のいじめみたいな、お前そんなようなことを感じてるんやったら、百条委員会そんな風に感じるんやったら、お前のチャンネルなんか見るかなんて言われたりしているのでね、今日はちょっとですね、それではまとめてみましょうということですよね。彼がどれくらいのパラハワをやったのかという一覧、こんなような一覧ですね。そして彼がどのようなおねだりをしたのかという一覧、こんなような一覧ですね。この一覧をね、全部まとめてみました。こんなにひどいことをやったんやということになるのか、それとも皆さん一個一個見ていってね、全部見てみてね、これって本当に全国ネットで取り上げるようなことかということをですね、冷静に考えてみてくれへんかなということなんですね。それで一個一個見ていきましょう。まずはですね、パワハラ。ね、このパワハラ疑惑から行きましょう。まず一番上から行きますよ。車両乗り入れ禁止場所で20メーター歩いて玄関に行くことに激怒したってこれ言われてますけどね、これ20メーターか。俺50メーターやったら、俺だと50メーターたら激怒するかも分かれへんな。うん。で、2番目、斉藤元彦知事が出席の行事にマスコミを呼ばないと激怒。ねえ、僕らマスコミ呼ばんでもええからですね、行事やったらですね、お姉ちゃん呼んどけと。お姉ちゃん呼んでへんかったら激怒するかも分からへん、僕やったらね。で、3番目、広報用うちわに斉藤元彦知事の顔写真がプリントされていないことに激怒したってことですよね。そうですね、僕もですね、そうやね、どうせやったら、うちわ作るんやったらピンチがチャンス、イラストが入れとけよ、言うて激怒するかも分からへんね。で、4番目、休日や深夜のチャットに速攻レスポンスを強要する。ね、こんなもん当たり前やんかね。こんなチャットしたらですね、こんなもんメールなんか送ったら、俺なんか3分ルールや、まあ、3分以内に返信しとこいってね、言うかも分からへんね。はい。ようやくこのホテルの夕食にもかかわらず、断れると、俺は知事だぞというふうに激怒する。あ、これあれやね、ホテルのね、夕食に予約してへんかったよね。美味しそうに見えたよね。うわ、美味しそうな夕食やな。予約してへんの？ちょっと、俺知事やけど無理かって言ってしまうかも分からへんな、俺もな。うん。はい、次。喫茶店の閉店時間を過ぎて、店員に退店を求められ、俺は知事だぞと激怒した。で、これもよくありますよね。喫茶店の閉店時間間際、もうすぐ打ち合わせがまとまりそうな時ね、もうちょっとだけごめん、もうちょっと炎上してくれへんってみんな思うことない？俺知事やからって言ってしまうことがあるかもわかれへんよ。うん。使用後の油取り紙を床に捨て、食品に拾われたということですよね。拾わせたということですかね。まあ、これはどうかな。油取り紙を捨てたんちゃうんちゃう。ちょっとこう手から油が全て押したんちゃう。ほんなら職員が拾ったんちゃうかな、これはね。その次、イベント時に個室の控室を共用し、授乳室を知事部屋にさせられる。これですね、イベントやったことない方はね、わからないと思いますけど、イベントの時ってですね、これ個室、ね、気を利かして個室の控室を用意する。これはですね、スタッフ当たり前のようにやっとかなあかんの違うかな。うん。はい、次。これなんて書いてあるの、これ、姫路浴衣祭りで浴衣に着替える場所が気に入らず激怒。老舗呉服店を閉めて強引に更衣室に。更衣室もうちょっとええとこ用意しとけよと思ったんちゃうかな、これね。うん。啓発活動の着ぐるみが斉藤元彦知事より子供から人気があり、群がったことで不機嫌になった。これはお前、斉藤知事よりも人気があるお前、ぬいぐるみやねやったら、斉藤知事にぬいぐるみを着せたらよかったんやんか、ということですよね。ということでね、僕らにとってね、僕も大した問題ないと思うねんけど、僕ならまあそんなような感じやったということですね。だいぶ冗談入ってますよ、本気にせんとってね。はい、次行きましょうね。次、おねだり。可愛らしいね。ね、46歳、東京大学を出ている斉藤知事ですよ。おねだりしてるんです。順番に見ていきましょうね。訪問する視察先を贈答品で決めている。いやー、これ皆さん、バス旅行とか旅行行くときね、なんかね、なんかお土産もらえるとか言うたらですね、そこに行ってしまいたいっていう気分になるやんか。同じ感覚やったんちゃうんかな、これ。可愛らしいよね。お土産がない
遠足には行かないと発言。まあそうやな。お土産くれるところもある。お土産くれへんとこもある。このお土産くれるとこ行こうかってなるんちゃうかな。別に構えんのちゃうの、こんなもんね。次ですね。視察先での食べ物を重要視。そりゃそうやんか。皆さん旅行行くときね、美味しいもん食べたいやんか。だから美味しいもんが出るとこをね、行きたいなと思うの。これ人間ちゃうんかな。はい。次ですね。ハリマっていうのかな。ハリマの牡蠣が食べたいと要望し、食事会をセッティングした。牡蠣が食べたいから食事会をセッティングした。別にええんちゃうの、食べたいからセッティングした。俺もするな。うん。はい、次。カニの現場視察でお土産を提供されようとしたが食品が受け取れないと誇示。その結果、斉藤元彦知事が全て持って帰った。ね。うん。お前ら持って帰れへんって、俺が全部持って帰るわ、いう話しちゃうのね。うん。はい、次。いつも、視察でカニなどを持って帰るので、視察先からもう来ないでほしいと言われた。まあ、それは視察先からしてみたら、地域ではカニばっかり持って帰りよるから、もう来んとってと思った。うんうん、まあ、そう思うかもわからへんな。うん。次は、何これ、姫路城のレゴブロックが欲しいといかん。レゴブロックが欲しい。なんか、自分の彼女の子供かなんかがレゴブロック欲しい言うたんちゃうの。だから欲しい言うたんちゃうかな。最後。革製品の生産現場を視察した際、40万円の革ジャンを気に入り、もらえないかと弾丸。無償提供はできないと断られました。まあ、40万円の革ジャン欲しかったんちゃう？だから欲しいなぁ、ね、もらえないかなぁ言ったら断られたいうだけの話はね。このおねだりも46歳東京大学で、言ってた人がこれおねだりした。今言ったことですわ。今言ったことが全てです。この全てのことで、ね、今大問題に民放各局が大問題で報道してるんですよね。僕はここを報道せんでええと思うんですよ。こんなことは議会でせえとね。議会でやってちゃっちゃと片付けろとね。この斉藤知事のね、こう思ってるんですよね。ほとんどの人がこう思ってるんちゃう？このような斉藤知事のおかげで、職員さんが二人も命をなくしたと。その二人の方が命をなくされたのはなぜなのか、どのようなことでということ、ここにメスを入れるんやったら全国ネットでやらなあかんねんっていうことなんですよ。こんなこと、今僕が言ったようなことはですね、やるんやったらもっと他にですね、テレビで報道せなあかんこといっぱいあるやんかっていうふうに僕は言いたいんですよね。皆さんいかがでしたか、このね。で、怖いのはですね、たったこれだけのことですわ。たったこれだけのことでですね、斉藤知事がですね、今壊れたんですよね。あのサイコパスが入ってる斉藤知事、僕は入ってると思ってますよ、サイコパスがね。なんで入ってるかと思うかというとですね、人が二人も亡くなってるのにですね、あの感じで会見がずっとできるっていうのは、やっぱりサイコが入ってないとダメですね。やっぱりですね、僕がもしもね、斉藤知事の立場でね、まあこんなこと今冗談で言いましたけど、それに近いようなことを僕がやってるかもわからへんわね。の中で二人の方がもし亡くなったやったら、時代が変わってこういうことでプレッシャーを受けて二人の方が亡くなったんやったら、責任を感じて、僕なら記者会見でね、僕がやってきたことで二人の方がお亡くなりになった責任感じてるからね、どういうふうにしたらいいのかね、真相究明したいと思いますって言って自分のことでも真相究明していくと思うんですよね。だけど彼はそれをしないんですよね。そこがちょっとなんでかなと、二人のこの死というものをね、命というものをどういうふうに考えてるのかなっていうことは僕は気に入らないですよ。ただこのことにおねだりのこととか、こんなことは僕ははっきり言ってね、まあもうテレビでやるのことじゃないというふうに思ってるんですね。ただですね、こっから先です。こっから先、今言ったことが全てですわ。パワハラも、いわゆるこのおねだりも、これが全てなんですけど、この先、ね、もう86人の、いわゆる、県会議員が86人いてるんですね、兵庫県はね。全員がね、自民党も大阪、自民党も維新の会もね、要するに、全て共産党も全部の党員が、無所属も含めてですね、議員さんが、全員が斉藤知事の辞職要求を提出するということでね、ほぼほぼもうね、決定してるみたいなんですよ。そうなってくるとですね、もう4分の3以上のね、議員さんがね、辞職してくれって言われて、投票で結果が出たらですね、斉藤知事はですね、自分からもう分かりましたって辞職するか、もう一つはね、お前らお前そんなこと言うんやったら、お前こんな大したことないやないかね、もう一回民意を問う言うてですね、
総選挙、解散して総選挙に打ててるか、二者択一なんですよね。これが注目されてるんですね。僕もここが注目なんですよね。僕はですね、絶対にもう解散総選挙するっていうね、民意を確かめるということはしたらあかんと思う。ね。するんやったらする前にですね、もっと斎藤知事開き直ってほしいと思う。ね。俺がやってきたパワハラ、ね。そんなエグいことか、ね。俺がやってきたおねだりで人間みんなそういうふうに思うに違うか。よっしゃ、これどう思う？もう一回これお前もう一回民を問えないかっていうぐらい、ね。一回腹の中を見せて、ね、この再投票するんだったらええけれども、今のままね、迷惑かけました、迷惑かけました、なんか言いながら涙を浮かべながらね、やっぱり僕は自分で辞職するのは嫌やから総選挙します言うてね、10億とか20億もまた税金使うとするならば、これは悪ですわ。ね、これは悪の判断やと思いますわね。だから、これから先ですね、斉藤知事がですね、これ4分の3以上になったらですね、僕はもう選挙なんかせんと、もし選挙するんやったらさっき言ったようにですね、もっと腹割って開き直って、ね、解散や言うてもっと思いっきりやったらいいと思う。そやけどもそうでないのならばですね、辞職すべきだと思いますということでした。はい。今日はですね、スカッと短く今日もやりましたけど、いかがでしたか。全部斉藤知事のパワハラとおねだりをまとめてみたというね、だけの動画でございました。ということでですね、皆さんどう思いましたか。皆さんが10人のリーダーだったら、ね、もう一回ね、動画を見直してください。自分やったらどうするかなっていうふうに考えてみてくださいということです。はい、はい、はい。初めての方ですね、これね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい。今日の動画はですね、面白かった面白くなかったかということで、ね、聞いても仕方ないですね。全然面白くなかったからですね、一面も面白くなかったからですね、もうちょっと考えなければいけないなということで、どうもすいませんということでした。はい。それではチャンネル登録よろしく。以上 JJ チャンネルでした。